ワードで文章を揃えるときにスペースキーを使ってる人いないですか？これ一気にやる方法を紹介します。まず表示からルーラーを選択します。ここで文章を揃えたい段落を選択し、ルーラーにあるぶら下げインデントを掴んで右に移動すると一気に調整することができます。あとは両端揃えで左右の文字を揃えて、タブキーを押して先頭の文字を揃えたら完了です。やってみてね。